主にシラス漁やってる漁師だけど、質問あるです？答えられる範囲で。船の上で魚を食べてるけど、寄生虫とか大丈夫なの？特にイカとか。漁師みんなが船上で食べるわけじゃないからね。気にしないのは大ベテランの老漁師。何回？25です。シラスって狙ってそれだけ取れる？下道もわらわら入る感じ？狙わないと入らないなぁ。稀にカメとか入ってくる時も。漁獲量は？今は全然ダメですね。出漁しても赤字になることは目に見えてます。何歳？いつから始めた？地元？給料いくら？同僚は荒くれ者ばかり？25、高校卒業後、地元、その月によるとしか。オタク気質な子も結構いるよ、ムキムキだけど。俺も漁師に興味ある。3ヶ月くらい船乗って、あとは遊んで暮らしたいわ。おすすめの船ある？マグロ漁船かな。マグロ漁船は乗ったことないのでわからないけど、個人的には漁師はおすすめしないです。特に妻子持ちには。シラスパッチなのか巻き網なのか。パッチです。うまい魚食いたいな。美味しい魚は高いですよね。俺も食べたい。何を基準に美味しいなの？まあまずい魚はほとんどないかな。船弱い？弱くはないかな。船酔いはしたことない。小学生の頃から手伝ったりしたからかも。握力いくつ？もう何年も測ってないな。世の男性平均以上はあるかと。日本海側？太平洋側？太平洋です。お笑い？場所などはごめんなさい。別に困るか？俺は高知だよ。シラス以外取らんの？シラス以外も取りますよ。シラスがない時は釣りしたりいろいろです。生のシラスに酢醤油うまいよな。そこにうずらの卵がおすすめです。子供の頃、漁師になりたいと思ってて漁師になったの？高校卒業するまでは、絶対漁師なんてやりたくないと思ってた。でも学費が高い高校に入学したのに。漁師父、無理に継がなくてもいい？お前のやりたいことがあるなら、それを目指せ。学費なんか気にするな、俺が頑張って稼ぐから、みたいなこと言われて、俺もそんな親父になりてぇ、と思って考えが変わったかな。うまくはない？そんなにだね。俺も自前の船手に入れて、そこで寝起きして暮らしてぇわ。腹減ったら魚釣って焼いて食う。全国を旅して回るわ。小型2級じゃそんな外洋まで出られないぞ。近海でいいよ。まあ日本なら近海で十分魚取れるからな。釜揚げして干した後の異物除去の時に、小さいタコとかカマスを見つけると、食べてたなぁ。イカもうまい。冬は寒くて辛い。手が冷たくて、力が入ってるのかどうかも、わからない時もあります。暖房器具なんてないですからね。いいなぁ。文系でもなれる？正直誰でもなれます。中高生でも夏休みは手伝いしに来ます。マジで？年収ってどんくらいある？年収はほんとその年によるとしか。月給例の時も全然あるので。月収ゼロは辛いなぁ。スレ主は最高どんくらい儲けた？どうだろ。70から80？ 俺の知り合いにも漁師いるが、サンマ漁が儲かると聞いたがどうなの？サンマ漁は儲かると聞いたことあります。でもやっぱ海のことだから不安定なのかな。知り合いが何十年と漁師してて、サンマ漁が一番安定すると言った。稼働3ヶ月だけど400万くらい稼ぐと。ただ、準備中とかで結構かかるとか聞いたが。3時もろ出て15時ごろ帰ってくる、船引き網のパターンの漁師？いろいろですがほとんどそんな感じです。今時の漁師はきついだろうな、油代出ないこともあるみたいだし。俺の実家も昔は漁師の町だったが、今は漁師も減って漁協も縮小。漁師は借金だらけ、あとは都船とイカダ釣りで細々とやってる年寄りだけだわ。こっちもそんな感じになりつつあります。貴重な存在になってくのかな。誇れる仕事です。頑張ってください。そんな風に初めて言われました。響きました、ありがとう。冬は天馬船、かっこ小型ボート、乗ってワカメの養殖やってる？やってる方も結構います。シラスがない時はあれこれと魚種を変えて、器用に立ち回ってる人は尊敬してます。一番怖かった経験教えて。そんなに怖い経験はないかな。地元ではノームで見えなくて、船と船が衝突して穴が開いて、沈む寸前になったとかは結構。でまたその船を助けるために船が集まってくるから、二次災害とか。スレは以上で終わっていました。お次は2021年の12月に建てられたスレをご紹介します。成功してる漁師だけど何か質問ある？何か質問ある？成功の定義。なんとなく、ただなんとなく言ってみた。イサキは、取れたの？取れたよ。お兄ちゃん、かっこいい。やっぱ危険な時もあるんですか？ほとんど危険なことはない。よほどのことがなければね。シマアジ食べたい。シマアジ美味しいよね。今はまだ取れない。魚砂漠系 YouTuber 好き？漁師 YouTuber の方が好きかな。なんなら YouTuber になろうかとしてるぐらい。漁師にしか食べれない魚とか、もしくは珍しい食い方とかあったり？一般の人が思ってる以上に魚の種類があって、大体知ってる魚の10倍ぐらい、取れてると思ってもいいぐらいいるんだよね。漁師の許可の関係で、いろんな魚を取れるわけじゃなくて、ほとんどの漁師が、10から20種類ぐらいしか取ってないんだよね。俺の場合は、季節ごとに取れる魚が変わる漁法だから、50種類以上取れたり、取れすぎた魚をあげてブツブツ交換したりしてる。流通するには小さすぎたり、競り値が安いと流通しなかったりするから、
癖の強い魚だったりするのが、漁師だけしか食べれない魚になってしまうのかな。船長、何歳、船員何人、船何トン。29歳、親子でやってる、18トンかな。船は親の、何かローン組むことあるの、船買ったり。船はそうだよ。船の一括払いはあんまり聞いたことないな。申請から含めて、ほとんどの場合が漁連とかその系列の会社を通すから、丸投げな部分が多かったりするよ。最近は女性が多いイメージだから、半額保証とかで買ったりが主流だね。大きい会社ほどもらえる女性とか、口利きで末端では受けれない保証がある感じかな。びっくりするほどの金額を、女性で受けてるはず。給料も聞きたいです。給料はその年によってバラバラだよ。俺の地域では水揚げ高のうち、7分の1が収入になってる。3000万で420万とか、2000万で280万とかかな。あとは漁業形態で変わってくる。年収420万から280万程度で成功したとは。一般例を言ったまでだよ。それで、俺の場合は高額納税者だぜ。成功したって言えるレベルじゃないかな。まあ、このスレタイは農林水産板の、前のパクリなんだよね。農林水産板では荒らされるから、こっちで同じようなことしてるだけだよ。魚とか漁師に興味ある人増えないかな、って思ってやってる。漁師はしての日以外は、毎日仕事でしょ？ほとんどの漁師はそうなるね。最近は長い間、悪天候が続いたから、長い人だと20連休だったみたいよ。俺の場合は、ほぼ毎日仕事ができる仕組みだから、休みなし。保険とかどうなってるの？人の、船の、家の、ほとんど漁協が勧めてる共済保険に入ってるよ。肉の方が好きだと辛そう。意外と魚食べれない人多いよ。俺自身も、20歳過ぎぐらいまで刺身食べれなかったし、なんなら魚さばけない漁師もあまあいるし。親がイカ釣り漁師だが、俺も魚小さい頃は嫌いだった。漁のおまけでかかる魚を刺身にするんだが、新鮮すぎて、ゴムみたいな弾力があってダメだった。高校生くらいから、味覚が変わってきて好きになったな。今から思うとなんとも贅沢な話だが。そうだね。俺の場合は、知り合いに高級寿司屋に連れて行ってもらって、そこで本物の寿司を食べてから、食べられるようになったよ。鮮度高いとうまいし、そこから下処理して熟成させたり寝かせたりできるから、美味しい時を狙って食べれるようになったから、今はむしろこだわって食べれて美味しく感じるよ。漁師になると、健康保険は自分でかけるの？そうだよ。車の任意保険みたいな感じ。お金のかけ方で、んだ時とか、怪我、入院の時の戻ってくるお金が全然違うよ。保証内容とか。じゃあ国民年金、国民健康保険を、収入の中から全額を払うんだね。そうなるね。世襲かよ。船も権利もない普通の人の選択肢には入らねえわ。まあ、俺はそう思ってないよ。むしろ、何も持ってない人の方が、儲かる可能性が高いと思ってる。船も税金かかるし、今は権利にコストが多すぎる。板を一枚した地獄だっけ？だね。よほどのことがない限り危なくないけど、それでも、亡者はいるね。作業中に落ちたとか、船同士の衝突、船長の居眠りが原因で座礁とか、いつでもあるわけじゃないけど、絶対にないとは言えないね。興味ある人です。漁協加入に推薦や紹介があって、新規参入にハードル高めなイメージがあるけど、新規さんって年間何人くらいいるの？あと最近水産庁が、漁獲高が減少してるから資源保護始めるなんて言い始めたが、実際昔に比べ減ってるの？収容人数が年取って減っただけじゃないのか？ハードルの高さは、他の職種と変わらないと思うよ。どういう漁師になりたいかのイメージは、ある程度固めてからじゃないと、ふわふわして何にもならないってことがあるよね。うちの地元ではほとんど新規はいないね。後取りがちらほらって感じかな。さっきも言ったけど新規は儲からないとか、ズブズブの利権で、でも足も出ないとかではない時代が来てると思ってる。知りたいなら答えるけど、そんな風に感じてるね。どういう意味での漁獲だか？組合とか個人とか何のことかな？組合では確実に減っているね。ここ10年で2億ぐらい減ったみたいよ。個人ではやっぱりピンキリだね。漁師を継がせれなかったりする人が多いから個人でも減ってる人が多いけれど、現状維持やむしろ上がってるって人もいるよ。俺の県では年100人入って、500人辞めてるから。毎年400人減ってるって計算だね。じゃあ400人がどのくらいの数字かって言ったら、一組合の正組合員数と同じぐらいだから、約30ぐらいの組合しかないから、あと10年で海に対して漁師がスカスカになるはず。魚、取り放題になるよ。辞める人そんなにいるのか。魚が高級品になるな。船も港で減ってきてるの感じてたが納得だ。やりたい漁のしっかりしたイメージが大切って、やっぱ仕事は何でも通じるものがあるね。漁獲高は個人、かっこ漁協の水揚げ推移について聞きたかった。個人だと手に限りがあるから、一人当たりの売り上げ上げるとなると、いろいろ考えないといけないだろう。将来的に取り放題になるのはいいが、農作も積みたく値崩れせんのかな。現役のご意見参考になりました。ありがとう。魚は高級品になる、は、ほとんどないね。市場としてピラミッドを大きくするために、一番下を増やすしかないから、安価な魚をバンバン投入するはずだから。漁協の水揚げ高は減ってきてるけど、うちの場合はある一定ラインを超えたり下がったりで、安定的な収入が見込めてるね。
親の引退とか、子供が後を継いだりとかで、働き方そのものが変わるまではってところかな。漁師は一人では儲からない時代だよ。最低でも二人でしなきゃ。二人で三人分、三人で四人分、五人分と稼がなきゃ。現段階で、値下がりはもうこれ以上しないってくらい、下がってる。年収いくら？まだわかんない。金には困ってないってぐらい、経理は丸投げしてる。手取りは500万以上になってる計算だと思う。そもそも漁師になるには、何から始めたらいいの？とりあえず漁業組合員になるところからかな。それに約2年かかるよ。それはどの職種でも同じだと思うけど、未経験で箱物だけ揃えるのは危ないよね。今だと2年の助成ありで、狩猟ができる仕組みが多いから、漁業士募集フェアなんかが各自治体で行われてるから、それに参加するといいと思うよ。これを機に漁師のなり方を、少し長文でまとめようか。まず漁師の種類は、個人経営漁師、個人事業主、会社に就職する漁師、会社員型漁師。この2種類がほとんどで、他に半農半漁など働き方がいろいろあるよ。俺の場合は、上の漁師メイン型の個人事業主だね。漁師になりたいなら、どんなビジョンを持つかで、なり方が少し変わってくる。個人事業主の場合は、漁業組合に所属する必要が出てくるね。市場への流通、漁業資格、漁業許可の申請や認可など、あとは漁協施設の使用、保冷氷とかの融通など便利な部分が多いから、入った方がいいと思う。そのためには漁業組合に所属することになるんだけど、正組合員になるために約2年間の実績を求められるから、新しく漁師になりたい方は、組合員認定の漁師の下で狩猟するのが一般的だよ。この場合20代までなど条件付きだけど、視野圏から助成が出るから、ほとんどでノーリスクで始められると思うよ。狩猟元へと自分に少しお金が入る場合が多い。メリット。助成を使えるとほとんどノーリスク。未経験でも受け入れ先、技術を得られる。大体の受け入れ先は儲かってる漁師と、初めから当たり漁師の指導を受けれるということは、これからの漁師の運営には特に大きいメリットだと思う。狩猟後でも情報交換や手助けなど、なくてはならない補助が段違いで受けれるってところは、やはり魅力的だと思う。デメリット。ここでふるいにかけられてほとんどの人が辞める場合が多いが、助成をもらえると2年縛りの影響がもろに受ける。そもそも第一次産業は肉体的に応えるはず。簡単に辞めれない、がきつい。多くの場合が田舎なため、住み込みや、前のものを手放してこなくてはいけないため、取り返しが簡単ではない。まとまってないけど大体こんな感じ。そもそも、漁師の一番の問題は、田舎暮らしの大変さだと思う。魚がよく取れる場所は、田舎に行けば行くほど多くなるのが鉄則だから、魚を取りたければクソ田舎に住むが必然的になってくるよ。都会で漁師でやっていけるなら、みんな都会に住んでる。中途半端な田舎なら、魚の漁獲高も中途半端になってるはず。そうなってくると、クソ田舎での生活が慣れないと、漁師目指してきても大変だね。ここら辺を聞きたいならまた別で質問して。そして会社員型漁師は、巻き網など10から20人の船で半月から3週間などの長期収容が、俺の地元では主流だね。そうなると漁場は携帯が通じない、尖閣諸島周りや竹島周りなど、わけのわからないところまで連れて行かれると思う。もっとライト目な場合もあるけれど、遠洋巻き網がなど遠くに行くほど儲かるし、近ければ収入が少なくなるはもはや鉄則だね。だからそこは勤める会社次第だから、なってみないとわからない場合が多いね。メリット。能力がなくても収入が多い。個人事業主にない、社会保険などの保障の充実。ここは第一次産業ではものすごい魅力的。田舎に住む必要がない。田舎でメリットからの脱出は最高だと思う。デメリット。みんなが思う漁師像とは、かけ離れてると思う。漁師としての能力は、船長にならないと得られない部分が多いと思う。海で働く会社員ぐらいで、一人立ちになる人はほとんどいないってデータが出てる。そして平均10年で、陸の上の仕事に転職してるみたい。俺はあまり詳しくまで知らないから、ざっくりしてるけどこんな感じ。詳しい人がいたら教えてください。個人事業主の俺は、一度は経験してみたいと思ってる。経験者が言えることは、やはりピンキリ。努力の分だけ報われる、それが金額としてはっきり出てくる。アドレスはまだまだあるけど、ここが一番第一次産業のいいところだと、俺は一度は思う。経営内容については知りたい人がいたら、またの機会に長文で答えようかな。とりあえず、今は漁師だけでなく第一次産業は人手不足だから、誰でもなれる。けど誰でもなれる仕事だけど、誰でもやれる仕事ではない。ってのはわかると思うよ。長文、すまぬ。面白いし大変参考になる。船の維持費って月、年単位だとどんなもの？船券に底塗り、漁港使用料に燃料代、漁具代といろいろあると思うが、賭けで月ごとに漁協にまとめ払いみたいな感じかな。競りとかもどんな感じか気になるな。まあ競りには関わらないか。ピンキリだとしか言えない。賭ける保険、乗せている精密機器のメンテナンス、油圧式のローラーなどなど、漁法別に違うからなんとも言えないが、賭けなければ数万程度で収まるはずだし、平均で10万超えることなんてほとんどないよ。船の大きさ次第だけど、漁港使用料なんかはタダだよ。
まあ、ほとんどの魚が漁協に水揚げされてるから、出荷して競りにかけられた魚の値段の数パーセントが手数料として支払われてて、そこから運営費が出てるから、全く持ってただっていうわけじゃないけど、って感じかな。漁具購入は3通りあって、組合が卸してるものを買う、卸業者から買う、ネットなんかで買うんだけど、組合運営では注文できたり、現物を置いてくれるから、すぐに必要な時にすごく便利だよ。お金は、ほとんどの場合が漁協を通して競りにかけられて、漁協や漁連の信用組合に入金だから、天引きしてもらったりしてる。卸業者は大きな買い物とか、漁法変更の時なんかに大量に買うのに便利だね。注文してから日にちはかかるけど、前もって欲しいのが時期的にわかってるから困ったりはしない。卸業者ならではの他の地域、他の県の情報なんか聞いたり、道具の試しや道具の目利きなんかを頼りにしてる。ハズレをつかまされることは少ないね。その分割高なところがあるけど、安物買いの銭失いにはならない。ネットは本当にマニアな商品だったり、中国製を買うのに便利だね。消耗品は割り切って中国製、韓国製の安物を買ってる。当たりがあって長持ちしたり、思いのほか高性能に当たると嬉しい。ほとんどないけど、競りはほとんど関わらない。漁協にお任せって部分がほとんどだよ。でも、総量が魚の1割ぐらいかかるから、近くの市場には自己積み出ししたりする場合があるよ。正月前とかゴールデンウィークとか、送金先の信用組合が休み続きがある時なんかは、現金欲しいから自己積み出しするね。競りはいろんな場合があるけど、早く競られることに越したことがないんだよね。仲買人も数を確保したいからとかの影響で。だから競りにかけられる順番取りみたいなことをする時がある。同じ港の同じ漁法の人も同じ状況だから、同じ魚が競りに溢れかえる場合があって、早い時は2時からの競りなんかの時は、寝ないで締め作業をして持って行ったりしてるよ。市場で働く人も地元の人がいたりするし、少し通えば何してるかも大体わかるし、自分のがいくらで競り落とされたかわかるよ。体力にあんまり自信ないけど、転職して漁師目指すのは無謀？そんなことないと思うよ。そもそも体力がないとは？単発的に20から40キロを持つ力がないとか？中長期的に長く働けないとか？第一次産業は力仕事がメインだよね。瞬発的な力も、中長期的な力も求められるから、もちろん体だけじゃなく、頭も使わないといけないから、どっちかだけとか、バランスよくやらないと。それになりたかったら求められる力がつくと思うよ。体作りも兼ねて、誰かの元で修行するのもありだよね。漁業なんかは魚が取れる時間とか時期とかに取らないと、1年かけて少しずつじゃやってけないよね。取れる時に取っとかないと、取れない時にいくら頑張ってもダメだから。働き方とか知りたかったらまたの機会に書くよ。漁師も農家もやるようなんだね。この人たちのおかげで生活できてるんだから、もっと個人にも補助保証あっても良さそうだけど。人によっては嫌がるだろうけど、興味があるようだし、ぜひ YouTube やってほしいな。なんだかんだ個人事業主だからね。金になる仕事なら何でもいいし。漁師だから魚しか取らなきゃいけないとかないし。最近は6次産業とか言って、加工、販売まで自分たちでやってるところも増えてきてるよ。個人の保証は審査ありでやってるから、そこまでまた新たに欲しいとかはないね。ってことで YouTuber やってる。登録者は22人になったよ。漁師で検索したけど、めちゃくちゃ人いるのね。多すぎて探せなかったわ。そうなの？あんまり興味ないから他のとか見てないね。金稼ごうとか思ってないし、面白ければいいかなってぐらいだし、YouTuber 通して新しいことできても面白くなるかな。って思ってるぐらいだからね。チャンネル登録が1000人いったら、YouTube でこの話するよ。みんな頑張ってるはずだから、余裕あるなら、いろんな漁師 YouTuber のチャンネル登録してあげてください。小型底引き網って儲かる？底引き網自体は、儲かるポテンシャルが高い漁法だね。言い方悪いけど、バカでも魚取れる。そんな漁法だから、あとはどうやって取れた魚の漁価を上げるか、工夫次第で化けるね。村社会に馴染むのが大変そう。田舎の人の一番の大変さはそこだよね。取れる漁場に住むことは漁師として大事なところだけど、いい場所ほどど田舎になってくるから、社交的で田舎暮らしが好きなら全然いいけれど、内向的だと私生活がものすごく大変だよ。南に行けば行くほど陽気な人が多いらしいから、寒い地方より暖かい地方での漁師がいいかもね。休みとか拘束時間とかどんな感じ？まちまちだよ。個人事業主だから休みたい時に休んでいいし、生活スタイルに合わせて仕事ができる。言い換えるなら、そんな生活ができる人になるのが難しいところがあるかな。基本的に頭が良ければ効率がいい仕事にできるし、ある程度、天候に左右されるけど、金が欲しければ無限に働ける。個人事業主ならではの仕事とプライベートを切り離しが難しいから、仕事を遊びのように、遊びを仕事のようにやってるよ。俺は金が欲しいから無限に働いてる。魚が取れる時期に集中的に働いて、あとはダラダラってのもいけるんだね。そうだね、さっきも言ったけど、基本的に一船一許可が多いんだよね。
年間通してどんな魚でも取れる許可って少ないから、自分がもらってる許可で取れる魚にも旬があって、収入も2、3ヶ月で300万、あとは月10万みたいな考え方なんだよね。よく自分で船を持ってないから、許可や利権で新規で儲けられないっていう人がいるけど、旬の時に働けないとか困るから、人を雇いたい、でも旬を過ぎたら給料払えないからやめてくれ、って人が多いのが実態なんだよね。だから約3ヶ月一気として、取れる旬を過ぎたら、また別の取れる旬の船持ちの人がいて、その人に雇ってもらって、おうまく年間通してとかルーティーンを作りさえすれば、船持ち船長より稼げたりするって俺は思ってる。これからは船持ち船長が組んで、この時期は自分の船で船長、また別の時期は相手の船で従業員、みたいな働き方が増えてくると思うよ。ぶっちゃけ、そうしないとやっていけない人が多いような気がする。それはこの辺りで終わっていました。年々漁師が減っているとはよく耳にしますので、職業の選択としてはありなのかもしれませんね。皆さんは漁師になってみたいと思いますか？